松岡社長おはようございますおはようございますここに松岡社長飾られてるっていうね。支店長そんなに逃げなくても宇都宮お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。YouTube に映っていい人でございましょうか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。顔出し OK で。大丈夫ですよ。あ、どうも、はじめまして、宮さんです。どうも。今から出発ですか。出発です。あ、タイミング悪かったですね。僕今着いて、ちょっと今からお風呂入るんですけど、あで、ちょっとあの、仲間と久々にちょっと視点をね、ちょっと撮影しようかなと思って、で、出発シーンを撮ろうかなと思ったんですけど。いえ、まだこれから天候行って。あ、天候ですか。これから天候行って、ラップもらってからですね。あ、ラップですか。あ、なるほど。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お気をつけて。あ、こちらこそ。はい、また時間のある時に。そうですね。すいません、お忙しいとこ。いえいえ、こちらありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。はい、失礼します。はい、今日はね、久しぶりにね、あの富士トランスポートのね、栃木支店に来ました。おー、ここにね、今、宮田号止まってます。シャワーね、お借りしようかなと思って。で、ちょっと事務所の方にね、ちょっとなんかね、聞くところによると、なんかね、ステッカーがなんか、YouTuber さんたちのステッカーがなんか、貼られたやつがあるらしくて、そちらをね、ちょっと撮影してほしいというふうにね、ちょっとお話を聞いたんで、早速見に行ってみましょう。いやー、暑いな。最近でもめっちゃ暑いよな。なんかもう夏来たん、夏来たっていうぐらい、もう30度とか31度とか2度とかね、ある時もあるんやけど、すごいね、久しぶりに。めっちゃ多いよね、これ。こんだけも着替えいらんのにめっちゃ持ってるやん。富士トランスポート栃木支店ですね。皆さんもね、 YouTuber さんの方でも皆さんここ立ち寄られるっていうね、もう登竜門じゃないですか、富士トランスポートのね、うん、栃木支店ね。さあ早速行きましょう。おお、こんな感じなんですね。あ、これですね、これですね。早速、あ、ここに飾られてるんや。ちゃんけさん、これステッカー新しく作り直してるな。おじとらさん、ちゃんけさん、ちっちゃいのもあるな。あ、かなちゃん、これね、ちゃんけさん、これどうでもいいけど、ちゃんけさんめっちゃ張ってない？これ場所取りすぎてるぐらい張ってるで。あ、ここに真ん中に張っていただけてるということでね。いやこれいいですね。いろんな視点でね、こういうのあったらいいんじゃないですかね。いやいや、これいいっすねとにかくちゃんけさんのステッカーが多いっていうねなぜかめっちゃ窓開いてますね。あ、ちょうど富士のトラックが行ってますね。富士トランスポートのトラックがちょうど行ってますね。シャワーはこう2室ありますね。でもネット、あ、これやね、ネット、あのサイド取るやつね、入れ替えるっていう。それではお風呂入っていきます。ふぅ、さっぱりした。ふぅ、蘇りましたね。はい、今ね、シャワー浴びてですね、さっぱりして、で使い終わったら、ここの下のこのね、ネットね、これね、こちらのネットを取って、
ここね、使用済みのネットはここに入れましょう。で、新しいネットはここに、あるんでね、ここから1枚取って、次の人の方のために、綺麗な状態で初めの状態に戻しておいてください。よろしくお願いいたします。